皆さんこんにちは。猫は疑いの余地なく多くの人々に愛される存在です。この優雅で陽気な猫たちは私たちの生活を楽しく明るくしてくれます。しかし一部の猫は例えば家族に喜びだけでなくお金ももたらすことをご存知でしょうか。アメリカオクラホマ州タルサにあるマーケティング会社の建物にキャッシュという名前の猫が住んでいます。会社の所有者であるスチュワートさんは動物保護施設から生後6ヶ月のキャッシュを譲り受けました。キャッシュは野原に一人ぼっちでいるところを保護されました。スチュワートさんはキャッシュは家に来る前ホームレスだったのですと話します。キャッシュは新しい家にすぐに慣れました。この子猫は建物にいたネズミを素早く退治しました。この偉業によりすぐにみんなから会社の一員として認められるようになりました。職場の清潔と安全はとても重要なことだからです。キャッシュはオフィス内で過ごすのが好きで毎日みんなのキーボードを踏みながらブラブラと散歩しています。数年前スチュワートさんはオフィスのドアの下にお札が何枚か落ちているのを見つけました。不思議なことにこれは何日も続きました。このお金は一体どこから来るのでしょう。やがてスチュワートさんはキャッシュの仕業ではないかと考えるようになりました。オフィスの建物はタルサの中心部の賑やかな通り沿いにあり毎日多くの歩行者が前を通り過ぎます。お金の出所は依然謎に包まれたままで社員たちはあれこれ考えました。最終的に一つの案にまとまってきました。私たちは考えました。人々が通りがかりにキャッシュを見て遊んでみたいと考えたのではないかと。しかし気を引くようなおもちゃがないので1ドル紙幣を折っておもちゃにしたのです。そして俊敏なキャッシュは見事に即興で作られたおもちゃを手に入れたのです。事実を明らかにすべくまた自分たちの好奇心を満たすため社員たちは早速実験を行いました。正面玄関の隙間に紙幣を挿入しました。まもなくそこにキャッシュが現れすぐに紙幣を加えて逃げていきました。その後その紙幣はいつもの場所で見つかりました。スチュワートさんのドアの下です。何度同じ実験をしても結果はやはりいつも同じでした。これでなぜお金がドアの下にあるのかが分かりました。謎が解けたところで社員たちはこのお金の使い道について考えました。キャッシュの才能は良いことに使うべきだからです。彼らは通行人宛に次のような張り紙を作りドアに貼りました。マニーキャット、この猫は慈善家の魂を持つ動物です。あなたの手からお金をつかみます。集まったお金はすべてタルサホームレス支援センターに寄付されます。 Facebook でマニーキャットの写真が毎週アップされています。隙間に1ドル札を入れるとあなたの元に幸せがやってきます。スチュワートさんは話します。町の中心で働いていると毎日窓から家を失い路上生活をしている人々を見かけます。そうした人々は様々な非営利団体に支援を求めています。こうした状況には心が痛みます。このお金の謎が始まる前から多くのホームレスの人々が建物の前で立ち止まりガラス越しにキャッシュに話しかけていました。彼らは誰一人迷惑行為をすることもなくただガラスをコンコンと叩いて猫ちゃんこんにちはと言っていくだけです。それで私たちはキャッシュが集めたお金は特にこうした不利な状況に置かれてしまった人々のために寄付することに決めたのです。キャッシュは人々に喜びだけでなく本当に役立つサポートも与えてくれています。今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。このビデオが気に入ったらいいねを押してぜひシェアしてください。また次回お会いしましょう。